では名残惜しいところなんですけども、次で最後の曲とさせていただきます。あの最後の曲と言いましてもアンコールがなければ最後の曲ということですので、皆様この曲が終わりましたらご準備のほどをお忘れなきようよろしくお願いいたします。はい、では最後の曲は365日の紙飛行機という曲です。で、曲の間に鳥の真似を入れてみたいと思います。あの先ほどあちらで休ませていただいたんですけども、非常にたくさん鳥が鳴いてまして、今から鳴く鳥の中にも入っています。ではお願いいたします。
あということで今後も演奏させていただく予定でございます。演奏のお知らせとしましては、まあ、来月の7月30日日曜日と中島村の年に1回の大イベント、夏祭りが行われます。中島村の公民館ですね、公民館の前あたりに来ていただければ、はい、もちろん入場無料です。7月30日中島村生き生きフェスタに出演しますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では何かめぐりんは一言何か言い残すことありませんか？なんか皆さんこんなにたくさん集まって、マリリンの口笛を聞いていただいてありがとうございます。今日はアジサイのお誕生日になるんでしょうかね。これから雨が降るかもしれませんけれども、恵みの雨で、私もめぐりんですけれども、ここが本当にアジサイの里で、本当に素敵なこの自然環境、ますます皆さんに愛される場所になりますようにお祈りいたします。ではアンコール聞いてください。ではアンコールはアニメの曲からルパン三世のテーマという曲をお送りいたします。マリコさんとヤギ沼めぐみさんでした。皆様もう一度大きな拍手お願いいたします。はい、本当にね、素敵な音色、途中歌声もねご披露してくださいました。本当に体一つというか口だけですからね、口だけで表現ができるってすごいですよね。本当にもう鳥の鳴き声で鳥肌立ちました。本当に奇跡のマリリンです。本当にありがとうございました。本当に素敵な音色、ね、ぜひね、あら私も口笛吹いてみたいわなんて思った方、郡山のねヨークカルチャーセンターで講師をされているということですので、第1第3火曜日の1時30分からね、ぜひ、はい、口笛教室通ってみてはいかがでしょうか。
はい、どうもリリーありがとうございました。大きな拍手お願いします。マリリン。